こんにちは。オーシャン東京原宿島崎さんチームアシスタントの飯星優太です。はじめまして。12月の19日からオーシャン東京様で研修として働かせていただきまして、3月の19日で3ヶ月の研修を経て正式にスタッフとして働かせていただいております。まずは自己紹介としまして、自己紹介の動画を上げさせていただきます。スタイリングの動画などをこれから載っていくのですが、こいつ誰だよってなるのも目に見えておりますので、先に自己紹介の動画を上げさせていただきます。出身は宮崎県延岡市で、その後福岡県の柳川という場所の美容専門学校に通いまして、中途採用でオーシャン東京働かせていただいております。年は21歳です。趣味は休みの日は漫画を読んだりするのがすごい結構好きです。なので、そういう漫画のお話だったりとかするのも楽しいので、そういうお話もこれからしていきたいです。あと専門学校の時になんか K-POP のダンスを行事とかでさせていただいていて、多少知っているので、そういうのにも興味がある人はそういうお話もしましょう。オーシャン東京に入った理由として、僕が美容師になりたいと思ったきっかけの美容室でありまして、もともと自分髪の毛がすごいくせ毛で乾燥毛で、今ダメージもしてて、結構見たら分かるような感じなんですけど、そのくせ毛ですごい悩んでいて、中学生の頃坊主だったんですけど、高校に入って髪を伸ばし始めて、なんかくせ毛っていうのが分かってきて、こんな状態で外に出たくないなっていう思いから髪セットをし始めたりしたんですが、そういうのから、美容師だったり美容の道に少しだけ興味を持ち始めて、でオーシャン東京を知って、ここで髪を切ってもらいたいなって思って、まず高校を卒業した時に、オーシャン東京に卒業旅行として行って、高木さんに髪を切っていただいて、こんなにも、髪を切るだけで変わるんだなっていうのを知って、そこからずっとオーシャン東京で働きたいなっていう思いを持って美容専門学校に進もうと進みました。これからどうなっていきたいかっていうところで、同じような悩みを持つ人とそういう悩みでも解決していけるんだよっていうお話もしていきたいし、諦めなければ必ずこう自分のなりたいようにはなれるっていうことも伝えていきたいと思いますし、かっこよくしてもらってやったっていう以外にも、今日こういうことがあってだったり、そういうお話で心の拠り所になっていきたいなっていう思いもあります。お客様からもしっかりと信頼される美容師にこれからなっていきます。ヘアスタイリングの動画だったり、セルフセットの動画だったり、いろいろこれから載せていくので、よければご覧ください。とりあえず今回は自己紹介の動画です。これからまたオーシャン東京原宿店に来てくださったお客様、お話少しでもできたらいいなと思ってます。